して、そして、はい、トイプードルのモコさん、2歳、女の子です。はい、じゃあ私たちは親子です。親子です。はい、今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、第2弾、はい、こちらですね、岐阜県の中津川市にご寄付をさせていただきました。はい、そしてお礼の品としてですね、飛騨牛のいっぱいコロッケですね、こちらと飛騨牛メンチカツ、じゃーん、こちらが3パックずつ届きましたね。はい、はい、冷凍でいただきました。はい、こちらです。はい、アミがね、このコロッケ大好きなんですね。美味しいよね。で、シーカはメンチカツが大好きなんで、ね、そういうことにしてきます。はい、なのでね、こちらをね、はい、こちら、ね、フライヤーをで揚げて、ちょっと温めいただきたいなと思いましてね、こちらを昨日アマゾンで購入しました。一昨日購入して、昨日買いましたね。はい、早かったです。ちょっと使い方もわからない中、ちょっとやっていくんですけど、はい、見てください。じゃあまずはここに、はい、油を、はい、油を注ぎます。線までですか。はい、油で揚げたのが油が好きなんですね。油が好きなので油で揚げた方が美味しいから。そうなんですよ。ポテトチップなんかももう大好きでね、もう開けると一袋も食べちゃいますね、いつもね。食べた方がいいと思うんだけど。そうなんですよ。体に悪いのは分かってるんですけど。全部入っちゃったよ。本当だ。いいんじゃない。こんなに油がいるの。はい、一本。食べることが一番大好きなので、いつも食
トしてます。そうです、はい、今もう8時ですね、はい、晴天が来るの時間になってますのでね、もうちょっとしたら始まります。というのも週に1回夜ね、はい、こうやって食事をするだけなんですけどね、その時をチャンスに YouTube ね撮っていきたいと思いますので1週間に行ってね、あげれたらいいなと思ってます、はい、ラブレターの中テンションを上げて上げて頑張っておりますので皆さん上げ、はい、見てくださったらと思います、はい、そうです。それでは、はい、今日もご視聴ありがとうございました。ニコちゃんありがとうございました。あ、ここにコロッケの数がニコちゃんも食べたのコロッケニコちゃんの頭のコロッケみたい